ブロンプトンバイシクル。ブロンプトンバイシクルは、イギリス人、アンドリュー・リッチーが考案した折りたたみ自転車。日本では単に、ブロンプトン、英語では、ザ・ブロンプトンバイシクルと定冠詞をつけて呼ばれる。その特徴として卓越した折りたたみ性能と使い、勝手の良さが挙げられる。すなわち、であり、ブロンプトンは、基本的な走行性能を犠牲にせずこの三条件を、同時に満たしている。 最初の設計として、例えば、ロードバイク等のスポーツ車に対抗できるような性能を追求したものではなく、スポーツ用には必ずしも適したものではない。あくまでも警戒じゃないし実用的な自転車として、生活に根付いた仕様を前提としている。また、プロンプトンの特徴の一つに、独自の荷物運搬システムが挙げられ、専用のフロントバッグないし、 フロントキャリアを使用すればかなり重い荷物を運搬できる。主に英国、オランダ、スペインで人気が高く、用途としては自転車通勤に使われることが多い。以下の手順で折りたたむ。折りたたみ時間は30秒から1分、慣れれば15秒でできる。折りたたんだ状態から広げるには4、3、2、1の手順も逆に行う。 手慣れると2.1が同時にできるようになる。基本デザインは1986年にリッチーが工場を立ち上げて生産を始めてからほとんど変わっていない。もちろんそれは初期モデルから改良が全くなされていないということではなく、毎年少しずつ小さな改良は施されている。 折りたたみサイズは 565mm、545mm、250mm。車輪の大きさ16インチ。タイヤは1613、8、37から349、16インチ、おとも言うを使用する。折りたたみ時間は慣れれば15秒程度。折りたたんだ状態で固定されているのでそのまま持ち上げることもできるが、折りたたんだ状態で。 小さなキャスターが床につくようになっているので、そのまま転がして運ぶことも可能、オプションのイージーホイールキットの装着をしておくことが望ましい。重量はモデルによって異なり 9.8kg から 13kg 程度。生産管理は一貫して、ブロンプトンバイシクル社が行っており、それぞれの車体のフレーム溶接、組み立ての担当者が記録され、頻繁に破壊テストを行うなど、 品質管理は徹底している。設計の考え方として、日常生活で長年にわたって使用できる耐久性を大事に、次に無駄な重量を増やさないことを重点に置いており、使い方としては、スポーツ自転車というよりも、ロードスター型自転ないし実用車としての使い方を想定して設計されている。そのため、重量増のデメリットがあっても、 金属疲労による急激な破断が起こりにくい、クロムモリブ電工をフレームの材質に採用しており、シンプルでいて堅牢な作りになっている。同じ理由で、外装変速機、ディレイラーに比べて、重量増、限られた変速段数というデメリットはありながらも、整備不良などでも故障が起こりにくい、内装はを採用している。製造当初から、クロムモリブ電工製フレーム、以下、 スタンダードフレームと表記するのみだったが2005年に新たにフレームの一部にチタンを使った軽量フレーム以下軽量フレーム加わった。すべての塗装は厚いパウダー塗装で施される。変速機は本体内部に優勢歯車機構を密閉してある内装ギアを一貫して使用長らくスタームやアーチャー製の3段か5段の選択が可能であった。 1999年に同社が営業停止、内装ギアの供給が途絶えると SRM 車制3段のみとなったか、2006年モデルから3段変速仕様に限り台湾資本家で再生したスターメイアーチャー製変速を搭載している。現在では従来の3段仕様に加えて新たにブロンプトンバイシクルが独自に開発した 外装変速装置の2段が加わった6段仕様のモデルもある。3足モデルの場合クランクがストロングライト、ストロングリッド製の 50T、T コールギアの波数のアルミクランクでリアスプロケットは 13T、6足モデルの場合リアスプロケットは 13T と 15T、2足モデルは 12T と 16T の組み合わせとなる。チェーンは3足モデルは トラックレーサーでも使われる1、8インチ規格、2速6速モデルは3、32インチ規格、シマの急速用と同規格のものを使用。ブレーキはアルホンが社製のキャリパーブレーキを使用。付属備品として、ゼファール社の携帯ポンプがリア三角フレームに固定されている。基本モデルは以下の要素で区分けされている。 一家1.2、3.4を順番に組み合わせた記号がモデル番号となる。蒸気の組み合わせすべてが販売されているわけではない。近年まで台湾ネオバイク社でライセンス生産された数多くのブロンプトンがイギリス製造のモデルと並行して日本市場に流通していた。ここでは台湾製モデルと表記する。併売されていた時期はイギリス生産を イークドが輸入し台湾生産を水谷自転車が輸入した。台湾製モデルの実売価格はイギリス製造のモデルの約半分だったため数多くの台湾製モデルが日本の市場に流通した。しかしロットによる差異もあるものの台湾製モデルの品質に関してはイギリス製モデルとは比較の対象にされることもある。確実に言えることは部品の多くの規格が イギリス製と使われている部品が異なるので、純正部品がそのまま使えないことがあるので注意を要する。アンドリュー・リッチーは当時としては仕方のない判断だったが、品質や管理において多くの問題があり失敗であったと振り返っている。プロンプトンには優れた荷物運搬システムがあり、これをフロントキャリアシステムと呼ぶ。専用に開発されたカバン。 バックを専用の高価プラスチック製のアダプターを介してフレームのヘッドチューブに固定して使用するもので簡単に取り外しができる。ヘッドチューブに固定するのでハンドルを左右に動かしてもバックは動かない。このためバックの内容物の重さはハンドルの重さに直接の影響を与えない。専用バックの種類は5種類ある。ブロンプトンの R モデルのリアキャリアに取り付けるバック。 ブロンプトンの専用バッグは荷重を支えるフレーム部分とバッグ本体を分離可能な構造になっている。そのためにそのフレーム形状に合わせて革製、ナイロン製で独自に設計したバッグを販売している業者、またバッグそのものを自作する例もある。4つのキャスターホイールで、あと三角のキャスター部分及びリアキャリアの5部分に装着する。したがって L タイプだと2つ。 R タイプだと4つ使用する。これにより折りたたんだ状態で転がしやすくなり、鉄道、地下鉄などのプラットフォームの移動、または乗り換えの際の長い通路などの移動が非常に楽になる。もともとブロンプトンは折りたたんで転がすことが一応可能とされていたが、実際には純正のキャスターが樹脂製であるためなんだかの改造なしでは難しい状態であった。 長らくこの部分は所有者各自の判断でインラインスケートのローラー部分などを装着していたが、後に純正オプションパーツとして登場した。すべてのブロンプトンは乗り手の脚力に応じてギア比の増減の調整が可能。通常販売されるモデルはクランクが 50t、t コールギアの波数、リアスプロケットは 13t だが、これをクランクを 44t、3速モデルに 限りリアスプロケットを 14T に変更できる。日本で正規で売られているのは 44T のクランクのみである。英国では3段モデルから6段モデルに変更する純正の改造キットが売られている。ギア比を変換する際には折りたたみに支障を来さないためにチェーンのコマ数を変える必要があるが、そのための適正なコマ数はブロンプトンバイシクル社のサイト化取扱説明書。 英語に記載されている。プロンプトンは元の状態では日本で売られている警戒車と比べるとギア比が重いのでスポーツ自転車に慣れてケーデンスの高い走行方法に慣れたものはギア比を低くした方が乗りやすいと思わる。ほとんどの日本人は純正で十分だが身長が高い人のための長めのシートポストや2段階で畳むことができるテレスコピックシートポストが用意してある。 サドルの前後を合わせるためのアダプターも別売りされている。この装備は主に冬の夜が長いイギリス、ヨーロッパのマニアたちに多い。かなり高価だが非常に品質に優れている、ブロンプトン用のハブダイナモがドイツの趣味とマシネンバウより発売されている。また2010年より、シマノからも専用ダイナモハブが登場した。ブロンプトンは手軽には用でき。 そのためのバッグも数品用意されている。基本設計は基本的に変わってはいないので、スペアパーツは初期モデルでもほとんどが入手可能である。正規輸入元以外にも販売店が独自に本国からスペアパーツを取り寄せていることもある。プロンプトンの取扱説明書、英語、公式サイトでは純正スペアパーツが手に入らない時のために使用されている部品の規格などが記載されており、 持ち主が自分で規格の合う部品を探してきて、交換できるように配慮されている。プロンプトンに使われている部品の規格は、現在のスポーツ自転車の規格と、若干異なり改造には、それなりの労力を要するが、それでもオーナーの中では純正に飽き足らず自分の好みに合わせて改めしてしまうことも多い。以下は改造の一例である。一番簡単な改造。例として、 以下の改造がある。シマノ、または、スターメイアーチャーの7、8段の外装ギア、内装ギアを取り付ける。変速数が増えることにより乗り心地がスムーズになるが、車重は 2kg ほど重くなる。シマノ社の内装ギアへの改造は、日本のマニアには人気がある。この場合オーバーロックナット寸法が違うため、取り付けにはフレーム修正工具で、 リアエンドの幅を広げる必要が出てくる。チェーンラインがずれるため、チェーンが外れやすくなるなどの可能性がある。一方スターメイヤーチャーの8段内装ギアの場合は、オーバーロックナット寸法自体には問題はないが、設計そのものが象形用に作られてはおらず、乾燥しただけでは通常のスプロケットが大きすぎて、起できず、小さなスプロケットではギア比が重すぎて使えない。 そのために、クランクのチェーンリング数を小さくし、小さいチェーンリング、大きなスプロケットでも折りたたみに支障がないよう、後輪が難なく装着でき、同時にチェーンが外れやすくならないように、ブロンプトンのチェーンテンショナーの取り付け位置を変えるなどの工夫を必要とする。外装変速機に変える改造も見受けられるが、構造上の違いから内装ギアより必然的に折りたたむと、 チェーンが外れることが多くなり、折りたたんだ状態から広げる際、外れたチェーンを手ではめ直す必要が出てくる。これと合わせて、特別な台座を介して、フロントディレイラーをつけて14段、16段にしている例、シマノの外装ギアを装着している例、リア三角フレーム自体を溶接で作り上げて、ローロフの14段内装アを装着している例もある。日本でも、 外装変速機を搭載できるように、ストレートドロップアウトエンドを溶接したリア三角フレームが販売されている。電動アシスト自転車への改造は、インジエゴモにて資金調達されたドイツのアド E の取り付けが可能ではあったが、折りたたみが不可能になる弊害があった。その後、キクスタッターにて、ブロンプトン対応モデルの資金調達が成功し、ブロンプトン向け250ワット、 600ワットの2モデルが販売されている。改造ではないが、ブロンプトンが収納できるスーツケース情報の話題は、海外のメーリングリストではよく上がる話題となっている。またスーツケースに車輪をつけて、トレーラーにする改造を行っている例もある。2006年、2007年とスペインのバルセロナの自転車ショップバイクテック主催によるブロンプトン世界選手権が行われた。 競技は用意された周回トラックを回るクリテリウム方式。すべての参加者はヘルメットなどの安全装備に加えてスーツのジャケット、ネクタイの着用が義務付けられた。2008年の世界選手権はブロンプトンの協賛のもとブリティッシュサイクリング協会催しのイベントの一環として9月28日にイギリス・オックスフォードシャーのブレナム宮殿で行われた。 例年通り保安装備の他に、スーツのジャケット、襟付きのドレスシャツ、ネクタイの着用が義務付けられている。このように、世界選手権という名ではあるもののイベントの傾向が強い思考ではあったが、往年のプロ自転車選手も参加。2009年は、ロベルト・エラスが2位になっている。2010年には、全米選手権、全日本選手権が行われた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。